OB 横浜は、横浜市港未来地区の商業施設、MARK's 港未来内に、かつて存在したエンターテインメント施設。2013年8月に、大自然超体感ミュージアムをコンセプトとして開業。その後、2018年4月には、新たなコンセプト、動物と触れ合える屋内型パークとしてのコンテンツを強化し、リニューアルオープン。 しかし、開業から7年以上経た2020年10月に、年内での閉館が発表され、予定通り12月末をもって閉館となった。なお、香港では、国内2号店の OB、大阪や、海外展開の OB ドバイについても一部触れる。OB は、2011年6月に、パートナーシップ契約を結んだセガと、 BBC ワールドワイドによる共同プロジェクトとしてスタートした。オーブとオービットを由来とした造語であり、二つの単語によって地球をイメージしている。第一号店となる o ビー横浜は2013年8月19日にグランドオープンを迎えた。イギリスの英国放送協会が制作する番組ブランド BBC アースが全面協力しており、当館のエキシビションでは、 同番組による大自然の迫力ある映像コンテンツとともにゲームなどで培ってきたセガの最新技術が導入されている。さらに館内の一部施設では匂いなども再現され五感を刺激するこれまでにない大自然体感ができる。当館が入る m a r k e ズ港未来は地下で港未来線の港未来駅に直結しておりアクセスも良好である。 また、初年度の目標来場者数は50万人としていたが、オープンから1ヶ月で早くも10万人の来場者数を達成。その後、2018年2月時点で累計200万人以上の来場者を動員している。当館の広告として、2013年にキッズモデルのトンプソン・アイ・ミラを、2018年に同じく、ショーを起用した。 2020年12月31日の閉館日にエントランス付近を撮影2018年には館内施設リニューアルのため2月16日より約1ヶ月半休業し4月1日にリニューアルオープンデジタルとリアルとの調和をコンセプトに動物と直接触れ合うことができるスペースを拡充したほか期間採示スペースなども新たに設けている しかし開業から7年以上経た2020年10月、新型コロナウイルス流行の影響などもあり、年内をもって閉館することが発表され、予定通り、同年12月31日に閉館となった。なお、閉館後の跡地には屋内型アニマルテーマパーク、モフアニマルワールドマークイズ・港未来店が2021年4月27日より、約1年間、期間限定をオープンする予定である。 当館の運営については、セガサミーグループの再編に伴い、2015年4月1日から2016年12月31日までは、セガライブクリエーションが行っていたが、セガサミーホールディングスが保有していた、セガライブクリエーション株式の一部売却とそれに伴う会社分割に伴い、2017年1月1日付で、セガホールディングスへ再管された。なお、 セガホールディングスへの運営移管と同時に、セガサミーグループ内での事業位置づけを、リゾート事業からエンターテインメントコンテンツ事業に変更している。セガは、当館でノウハウを蓄積し、今後の世界での展開も視野に入れており、2016年1月29日には、国内第2号店となるオービー大阪が、大阪府水田市の複合施設、イクスパシティ内に開業。 さらに2017年5月7日には、海外1号店となる OB ドバイが、アラブ首長国連邦ドバイの複合施設、シティセンターマーディーフ内に開業したが、前者は2018年9月30日に、後者は2019年4月30日にそれぞれ閉館している。各施設内のコンテンツについては先行展開していた OB 横浜をベースとしており、共通のものも多かった。 2020年11月20日から12月31日まで、当館の閉館イベントとして、OB 横浜グランドフィナーレ7年分の感謝と恩返しを開催。期間限定のエキシビション、小さな恐竜展やワークショップ、縁日、ビンゴ大会など様々なコンテンツを展開するほか、12月には、YouTube のセガ公式チャンネルにて、営業時間外の動物の様子などを紹介する。 知らなかった OB 横浜も公開。また、パスポート料金が半額になる。ナイトパスポートも18時以降に販売する。エントランス営業時点での利用案内を一家に記す。利用案内に関する詳細情報は、公式サイトを参照のこと。館内の様子本説では、営業時点での主な館内施設について解説する。施設に関する詳細情報は、 公式サイトを参照のこと。館内のエキシビションは映像作品を上映するシアター23.4や実際の動物を展示するアニマルコンテンツ、その他のエンターテインメントエキシビションで構成されるシアター23.4巨大スクリーン特殊効果装置により大自然没入体験ができるシアター340人収容。 映像は年に2から3本のペースで制作し、内容などを定期的に更新していく方針である。なお、23.24は、地軸の傾きに由来している。シアターの詳細については、公式サイトを参照のこと。第4弾プログラムの上映開始に合わせて2014年12月2日以降は、自由席となった。また、フリーパスが付属する、パスポート入管の場合、 追加料金なしで1日に何度も鑑賞可能となっているがフリーパスを持っていない場合でも1回500円で鑑賞できる。この他2018年4月よりシアターの上映だけでなくフクロウなどが羽ばたく姿を間近で観察できるフライトトレーニングも開催している。アニマルコンテンツ2018年4月のリニューアルで実際の動物を観察したり直接触れ合うことができる アニマルコンテンツが拡充された。所要時間はアニマルスタジオが1回最大30分、アニマルビレッジが約10分で他は15分に設定されており、フリーパスが付属するパスポート入館の場合、追加料金なし入場可能となっているが、フリーパスを持っていない場合でも1回500円で入場できる。アニマルガーデン森を再現したアニマルガーデンを散策しながら、 ミーヤキャットやカピバラ、タランチュラ、モリフクロウなど、約20種類の様々な動物を間近で観察したり、一部の動物と直接触れ合うことができる。また、カーペットパイソンの首巻きもゾウ内で体験、可能である。エントランス近くの東進大図鑑、アニマルペリアがあった場所を改装し、2018年4月に新設された。アニマルビレッジシマリスの森国内初となる。 完全屋内型のリス園で、約100匹のシマリスをマジカで観察したり、直接触れ合うことも可能である。旧マルチスペースがあった場所に2019年3月、新設。アニマルスタジオプレイリードッグや四つ指ハリネズミ、ウサギ、ヒヨコなど、約15種類の動物を実際に展するゾーンで、BBC アースの動物ドキュメンタリー映像の世界にも触れながら、 動物の生態について学び、一部を除く多くの動物と直接触れ合うことができる。また、オリジナルの写真撮影なども行っている。館内上階のカフェを改装し、2016年7月に新設された。キャットパラダイス10種以上の様々な猫と実際に触れ合うことができるゾーン。2018年4月に新設。その他のコンテンツ館内には、 上記のシアター23.4やアニマルコンテンツの他にも大自然の様々なシーンを体感できるエンターテインメントエキシビションが置かれている。エキシビションのコンテンツは基本的に年間単位で更新していく予定である。開業から約1年となる2014年7月には一部エキシビションの内容が変更されるとともに、 エキシビションの名称についてもその事柄に関する数を使ったものなどから解消された。なお、フリーパスを持っていない場合に有料となる一部エキシビションの料金については、前説の下部にあるエキシビション個別料金を参照のこと。ルーム型のエキシビションフロア配置型のエキシビション管内中央付近にあるベースキャンプ、手前には生物を投影する。 モーフィングストーン期間限定のエキシビション2018年4月のリニューアルで自然に関する期間限定企画を開催するマルチスペースが新設された。2019年3月にはエキシビションアニマルビレッジの新設に伴いシアター23店、かつて存在したエキシビション館内のサービスカフェなどに関する詳細情報は公式サイトを参照のこと。 メイキングショップフォトダイアリーカフェカウンター館内上階にあるカフェカウンターでは軽食やドリンクアイスクリームを販売している。なお2016年7月にアニマルスタジオが新設されたことに伴い当コーナーは規模を縮小し注文受け渡しカウンターのみとなった。また2018年1月16日より当コーナーは当面営業休止となっていたが 同年4月の当館リニューアルオープン時に営業を再開している。一方、当館の名物としてオープン当初から販売されていた地球をイメージしたブルーバーガーは2018年1月の営業休止時に販売を終了したまま同年4月の新メニューからは姿を消しており、以降販売が行われていない。夏季のイベントはあくまでも当館のエリア外で実施された コラボレーションイベントであるため、当館のものとは別に入場料が必要となっている。開業前の2013年5月の段階では3つのゾーンの区分けとして、エキシビションゾーンをプレ、ショー、シアター23.4をメイン、ショー、アフターショーサービスをポストショーと呼称していた。なお、2016年7月のリニューアルにより、 エキシビションゾーンとシアターという区分けに加えてシアターとその他のエキシビションを除く付帯施設サービスを指していたアフターショーサービスという区分けについても公式サイトなどで使われなくなっているこれまでは入館料とパスポートという料金システムの区分けがなく大人2600円シルバー2000円小中学生1300円 用事500円の入館料のみが設定されていた。a b 2 0 1 6年7月のリニューアルでゾーンの区分けがなくなり、シアター23.4や、今回新設されたアニマルスタジオも含めてエキシビションの一部という扱いになった。ただし、今回のリニューアル以降も、既存のエキシビションゾーンを指して、エンターテインメントエキシビションと当館のパンフレットなどで故障されている。 地球の外周4万キロメートルに由来していた。南極ボストーク基地で1983年7月21日に記録された世界最低気温摂取89.2度に由来していた。アフリカの草原を移動するヌーの数130万頭に由来していた。コモドドラゴンの歯の数60本に由来していた。地球上の生物の中で昆虫が占める割合75%。 に由来していた。地球上で最も深い海の地点であるマリアナ海溝の水深1994メートルに由来していた。ありがとうございます。